夫婦いるって言うため2人ほど3人ほど目黒が入りますけど、thank you.
清水さん、調理人。今日は晩ご飯は、中華街をね、ご用意しようと思ってますので、また穴をしますので、ぜひどうぞ紹介です。最近ね、調理系のね、催しになることが多くて、こんなのを作ってるんですけどね、ほぼ、バンドよりも調理優先で、今日この頃です。今日は、たくさんの応援をいただきましてね、酒井智さん、ギター、はい、また来てしまいました。よろしくお願いします。ベースに小手橋さん、ちゃんと来てきました。真っ赤なピンサチの小手橋さんという覚えておきます。ユニコーンだったから、ね、この中見たけど、ね、最近ね、はい、亡くなる人も多いんで、はいはい、我々の年齢で亡くなる人が、まあね、同時期に重なって葬式に行かれたら何になるんで、あの年齢に来たらみんなね、合同葬式やる、生きてる間にやっといて、それもらしいな、もう寒いのし、合同葬式やっといて、でもここ2ヶ月すぐやっといてるから、なるほど、合同葬儀you
ここ戻ったら、根っこまで外れてくる。6円も持ってみよう。